ときめきメモリアルガールズサイド3、せいちゃん親友ルートを本日もプレイしていきたいと思います。前回は2年目の文化祭を終えたところですね。で、今日はね、せいちゃんと、フードコートの方に行っていきたいと思います。ちょっと早かったかな。あれ、設楽先輩もう来てる。なんだ、早いな。設楽先輩こそ早いですね。お前の慌てた顔見てやろうと思ったのに。早く来ちゃってごめんなさい。ああ、そうだな。行くぞ。そういう格好すると大人っぽく見えるもんだな。ですか？悪くないんじゃないか。そう来るなら俺も合わせればよかった。設楽先輩こういうのが好きみたい。見たい店はあるか？フードコートがいいです。そうか、わかった。何にしようか。せいちゃんはね、確かね、これだったかな。おにぎり屋さんなんてあるんですね。ん？なんだそれ。行くぞ、あや。あ、飛ばしちゃった。やってね、バッチリ好印象。今日はまあまあ楽しめた。いや、それなりにというか、結構というか。お前にしては上出来だ。予行演習に力入れすぎて、本番とちったとか言うなよ。どうしよう、ちょっと話を聞いてもらおうかな。設楽先輩、ちょっと聞いてもらいたいことがあるんですけど。ところでしたら先輩。なんだ。なんて言うかしら。スキンシップって大切だと思います？したいやつはすればいいけど、そうじゃないやつもいるってことを忘れるな。あなたあんまり好きじゃないものね。なるほど。人それぞれですよね。そうだよ。みんななんでそれがわからないんだ。すいません。今回はまだ触ってないから。え？俺うまいんだなんて言いながら親切ずらして肩とか揉んでくるやつ、美容院もそうだ。あ、びっくりした。俺うまいんだってなんかちょっとちょっとなんか突然のなんかビールがビールの話かと思ってちょっとすごいなんか肩とか揉んでくるやつって言われるわで、すごい動揺してしまって、すごい手に汗が。俺はどこも凝ってない。触られるだけで鳥肌が立つ。はっきり言って不快だ、くすぐったいんだ。なんか赤くなっちゃってるけど。くすぐったがりなんだ。すみません、家まで送ってもらっちゃって。散歩にちょうどよかった。じゃあな。設楽先輩に送ってもらっちゃった。お、せいちゃん。頼む。設
したら先輩。よかったらお茶して帰りませんか？どうしてもって言うなら。どうしても。なら行ってやる。よかった、それじゃ行きましょう。ところでしたら先輩。なんだ。男女の友情ってあると思います？なんだそれ。なんだって言われても。友情？お前そんな熱いこと言うやつだったか？熱いですか？熱いよ、むしろ熱苦しい。なんだ友情って。大迫先生じゃあるまいし。男女という以前の問題みたい。もし今月のデートのお誘いは一家テスト系で一家26にデートしようかな。ということで今日はフリー。でもストレスもそれほど高くないし、あ、ストールね。それほど高くはないね。明日から期末テストだ、頑張ろう。あれ前回って50以内に入れたんだっけ？今回は入れんじゃないかな。テストの結果が貼り出されてるみたい。見に行ってみようと。あ、入れた入れた。結構いい順位。バンビってば優秀。あ、カレン、私も見習わないとダメかな。頑張ってよかった。じゃあ、今日はうまくいってればせいちゃんがね、深夜状態に突入するであろうデートにね、お誘いしたいと思います。結構ね、ここまでいろいろと裏で調整をしてきたので、うまくいってなかったら結構ショックなんですけど。設楽です。あ、藤谷ですけど。なんだ、お前か。どうした？1月2日に映画を見に行きませんか？すごい、新年早々だね。なんだよ、あいつ誘って断られたのか？違いますよ。別にいいよ、暇だし。あ、じゃあ1月2日に駅前広場でどうですか？わかった。まあ楽しみにしとく。よかった、早く1月2日が来ないかな。イベントかな。あ、こんな先輩としたら先輩だ。これ三角関係の時に出てきてくれればよかったのに。だからそういうのをツッコミって言うんだよ。
どれだよ。それだよ。またお笑いの話をしてるみたい。藤谷。ああ、こんにちは。こんにちは。お前、今すぐボケてみろ。今度がツッコミやるから。え？いきなりできるわけないだろう。僕だって無理だ。見るのと実際やるのとじゃ全然違うんだから。そんなの知るか。ボケとかツッコミとか言われてもわからないから見てみようと思ったんだろう。お笑い番組教えただろう。レッドサーキット、毎週やってるんだから一度くらい見てみなよ。俺にはテレビを見る習慣がない。一度だけでいいから。面白いって絶対。嫌だ。なんでそこでそう頑固なんだよ。嫌なものは嫌だ。今野先輩がツッコミで、設楽先輩がボケかな。仲いいわね。誕生日かな。あ、誕生日か。バンビ、もう探しちゃった。あ、カレン、どうしたの。どうしたのじゃないの。誕生日でしょ。おめでとう。あ、覚えててくれたんだ。当然。あとはこれも。プレゼントも。ありがとう。気に入ってくれると思うよ。じゃあね。プレゼント何くれたのかな。ああ、いい匂いのぬいぐるみ。ぐっすり眠れそう。はーい。突然ごめん。今いいかな。大丈夫ですけど、今野先輩どうしたんですか。そりゃもちろん。あれ、わからない。このプレゼントを渡しに来たんだ。あ、誕生日。何かのついでに渡すことも考えたんだけど、どうしても今日渡したくて。それでわざわざ。ありがとうございます。うん、そんな風に喜んでもらえるならやっぱり来てよかった。それじゃ、また。プレゼント何くれたのかな。あー、素敵。不思議な色の石がたくさん。今度デートの時につけていこうかな。今日は部活の日だよね、多分ね。あ、今週玉尾さん誘ってくる予感するな。まあいっか。別にもう来月のデートはお誘いしたしね。あ、ここにいた。やっぱ来た。ゴンナ先輩、どうしたんですか。君の予定を聞こうと思って。今度の日曜日なんだけど、どうかな。はい、大丈夫です。よければだけど、うちにおいでよ。歓迎する。行きます。やった。
それじゃあ当日どうしようか。今度の日曜日に自宅前で待ち合わせでどうですか。うん、そうしよう。それじゃ楽しみにしてる。今度先輩からデートに誘われちゃった。学校主催で開かれるクリスマスパーティー。あ、そうだ、パーティーでプレゼント交換があるんだっけ。プレゼントを買いに行こう。何を買おうかな。じゃあ目覚まし時計2つ目あ、違うよね、あれ1年目はせいちゃんにあげただっけ。1個目かな、これ。プレゼントはこれで OK。 家に帰って準備しなきゃ。ちょっとどっちだっけ、忘れちゃったな。クリスマスパーティーには何を着ていこうかな。今年はね、ちゃんとドレス買ってあるんで。玉尾さんが好きな緑色で。はちょっと違う。あ、てかこれでいいよね。これでいいか。準備 OK。 パーティー会場に行こう。紳士淑女の皆さん、天の橋邸へようこそ。今宵はクリスマスイブだ。聖なる夜をどうぞ心ゆくまで楽しんでください。皆さんの青春の1ページに残る素敵な思い出ができますように。それでは改めて良いイブを。メリークリスマス。バンビー、メリークリスマス。あ、カレン、メリークリスマス。いい、いいね、バンビー、いいよ、いいよ。あ、ドレス？そうかな、カレンには全然かなわないけどね。そんなことないよ。うふカレンに褒められちゃった。もう、私はちょっと挨拶回り行ってくる。じゃねん。しおりさん、メリークリスマス。今野先輩、メリークリスマス。会場についてすぐ君に気づいたよ。ちょっと派手でした。ああ、そうじゃないんだ。そこだけやけに目立ってたというか、輝いて見えて。何言ってるんだ僕は。真っ赤になっちゃった。そろそろプレゼント交換会の準備を始めなきゃ。ごめん、ちょっと行ってくる。おい。あ、設楽先輩、メリークリスマス。どこがメリーだ。何一人でぼんやりしてんだよ。あいつはメリーとか言って浮かれるのは行動してからにしろ。ほら行け。そろプレゼント交換会の時間だ。誰のプレゼントが回ってくるのかな。もしも願いが叶うなら。なんだっけ、バッチだっけ。ほっほっほ、君にはこのプレゼントをあげよう。メリークリスマス。何が回ってきたんだろう。開け
けてみよう。あ、違うわ。目が真っ赤だ。部屋に飾ろうと。しおりさん。どうも先輩。君が持ってるの、僕が出したプレゼントなんだ。なんだか嬉しいな。あ、今野先輩が持ってるのは私の。え、そうなのか。先生に感謝しなくちゃ。サンタの中の、いや、それじゃあ早速開けてみようか。あ、これは大当たりだ。こういうの欲しかったんだよ。ありがとう。やった、バッチリ喜んでもらえたみたい。あと少しか。ん？あ、今野先輩。もうすぐパーティーも終わりだ。心残りはない？あ、そっかそっか。あれだ、スーパーチャージャーか。はい、プレゼント交換も終わったし、お腹いっぱい食べたし。そうか。でも、満足するのはまだ早いよ。え？みんな、注目！何か始まるみたい。楽しんでるところ悪いんだが、残念ながらそろそろお開きの時間だ。はーい、静かに。それでは最後にゲストにご登場いただきます。ゲスト？ほら来た。羽ばたき学園の皆さん、はじめまして。スーパーチャージャーのボーカル、ヘッドです。うわ、マジかよ、本物だぜ。やだ、出てきた。まず謝らせてくれるかな。本当は俺、ハバ学の文化祭にお邪魔する予定でした。それが大人の事情で急にダメになっちゃって。楽しみにしてくれたみんな、本当ごめん。今日はバンドメンバーがいないんだけど、お詫びの意味も込めてソロで一曲だけ歌わせてもらいます。いいかな。その前に、今日みんなと会うきっかけを作ってくれた、紺野珠緒くん。え？君の熱心な勧誘のおかげで、うちのマネージャーがついに折れたんだ。僕はそんな。謙遜しない。君がいなかったら、今頃俺はレコーディングで、味気ないクリスマスを過ごすところだった。本日の功労者、紺野珠緒くんに拍手。紺野先輩、嬉しそう。本当にお疲れ様、紺野先輩。今日は、珠緒さんのお部屋にね、初めてお邪魔したいと思います。先輩もう来てる。ごめんなさい、遅れちゃって。よかった、来なかったらどうしようかと思った。ごめんなさい。こっちこそ、演技でもなかったな、ごめん。そんなこと、悪いのはこっちです。来なかったらっていうか家からどうやって脱出したんだって話だけどね。いいよ、君の顔を見て安心できたから。それじゃあ行こうか。あ、それは。はい、今野先輩からのプレゼントです。よかった、似合ってる。悩んだ甲斐があったな。改めてありがとうございます。こちらこそ、つけてくれてありがとう。今野先輩喜んでくれた。
つけてきてよかったな。いらっしゃい。先に謝っておくよ。騒がしかったらごめん。お邪魔します。そのゆっくりしていって。確かでこれだったと思うんだけど、まあこっちにしようかな。素敵な部屋ですね。ありがとう。片付いてるのは自慢かな。うん、いい感じだよね。君がいるだけで部屋が違って見えるな。少し高級になったというか、なんて。君といると一日が本当にあっという間だ。また付き合ってもらえるかな。送らせてもらっていいかな。もう少しこのまま話していたいから。ありがとうございます。家まで送ってくれて。どういたしまして。それじゃまたね。今野先輩に送ってもらっちゃった。どうせ下がるけど、無意味に運動でもするか。今年一年を振り返ってみると、クラブ活動よく頑張ったよね。新しい一年の始まり、なんだか清々しい気分。あ、年賀状が届いてる。ルカ君のだ。素敵なカードだな。手書きのうさぎかわいい。これは光一君のね。かっこいいけどかわいい。光一君らしいな。今野先輩からだ。気が引き締まるメッセージ。あ、設楽先輩、いつもサインがかっこいいんだよね。これはミオだよね。難しいな。恋愛運は秘密ってどういうことだろう。カレンからだ。QT3 の年ってどんな年だろう。大迫先生からだ。ウサギだよね。ちょっと細長いけど。あ、電話だ。今野です。明けましておめでとう。あ、今野先輩。明けましておめでとうございます。もしよければ、これから初詣に行かない？はい、喜んで。よかった。ありがとう。え？あ、いや。それじゃあ、少ししたら迎えに行くよ。家で待ってて。わかりました。それじゃあまた後で。さて、何を着ていこうかな。しおりさん、明けましておめでとう。よかった、あの焼き芋ジャージじゃなくてよかった。明けましておめでとうございます、今野先輩。かわいいな。え？ああ、晴れ着がだよ。いや、晴れ着だけじゃなくて。ここ結構好きなんですよね。つまり似合ってるよ、とても。よかった、今野先輩気に入ってくれたみたい。用意はいい？それじゃ、行こうか。満員電車みたいだな。混んでますね。
人と並んで歩くとき、君は右派？それとも左派？え？そういうのない？基本的に道の左側を歩くとか、荷物を右手で持つから人は左がいいとか。特には。そうか、それなら手をつなぐなら右手がいいとか左手がいいとか、もうどちらでもいいか。そのはぐれないように手をつないでも。はい、よろしくお願いします。私は何をお願いしようかな。はあ、今多分一番バンビ的には楽しい時でしょうから。その相手は、もっとゴンの先輩と仲良くなれますように。その願い叶えて神ぜよ。あれ、なんか叶いそうな気が。くじがありますね。さすがににぎわってるな。僕たちも引いてみようか。よし、やってみましょう。よし、来た。ゴンの先輩？手に念を送ってるんだ。いい結果が出ますように。気合入ってますね。よし、私も。さて、私の今年の運勢は。でも今日じゃないだけよかったかな。今野先輩はどうだったのかな。吉だったよ。なんだか浮かない顔ですね。しっくりこないというか、吉って中くらいの運という意味なのかな。良くも悪くもなく普通ってこと。帰って詳しく調べようと思いつつ毎年忘れるんだ。だから毎年もやもやする。そんなに吉ばかり引いてるのかな。君、何を願った？内緒です。今野先輩は？僕は、わかるだろう？もちろん合格祈願。半分当たり。半分？もう半分は内緒。さあ帰ろう。送るよ。今野先輩、歩いてる間ずっと考え事してましたね。うん、受験を終えたら卒業だなって。君ももうすぐ3年生だ。進路のこと考えてる？一応は。一流大学受けなよ。待ってるから。え？なんて。まずは僕は受からなきゃ。先生が太鼓判を押してくれてはいるけど、気は抜けない。今度先輩。今日くらいは休むさ。それじゃ。進路か。今年も一年頑張ろう。ということで、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。